1号艇吉村正明選手です。33号機はパーセンテージも 33% なんですけれども、初手の手応えいかがだったでしょうか。直線はまずというか、まあ、あんまり良くはないんですけど、普通はあるかなぐらいですね。あんまり悪いです。はい、あそこは大事にされているところ、ね、はい、悪いですね、はい、ここまでの作業でもう手掛けられたことってありますか。もうペラをいろんな形してみて何回か乗ってるんですけど、やっぱそこがたんまりがちょっと来ないかなと、はい、変化というか反応はありそう。いや、とりあえずただ乗りにくい、はい、乗りやすさがあればまだいいんですけど、はい、まずはそこですね。そうですね、はい。あとはそうですね、スタートなんかは練習行ってみてどんな感じでしょう、今回の見え方っていうのは。スタートはなんとなく分かるような気がするんですけど、ね、はい、起こしとか走り始めの感じはそこまで悪くないと思います、うん。今節1週間の意気込みっていうのは何かあれば教えてください。まあ、いそいそとりあえず優勝目指して走るだけですね、うん、はい。最後に皆さんに一言お願いします。はい、一生懸命走ります。2号艇は菊池康平選手です。初日のまず初戦に向けての作業の進捗状況から教えてください。そうですね、まあまだ、プロペラ調整の途中なんですけれども、まあ、それなりに、スムーズにはいってると思います。まず前傾で感じられたこと、こういうところを良くしないといけないなというところがありましたでしょうか。まあ、足としては普通だったんですけど、まあ、プロペラがちょっと合ってない感じがしたんで、それを調整していきたいなと思っています。ドリーム戦はまあ初日2戦目ということになるんですけど、まあ、それも含めてどんな風にこう仕上げていければという全体的なイメージというのはもうできてますか。そうですね、まあ、ね、全部がすごくいいのが一番いいんですけど、まあ、エンジンパワーと相談しながらエンジンが、なりたいような方向を感じてそっちに行ければいいなと思ってます。8月にお越しになったときとはやっぱり調整で考えることってのはだいぶ違うもんですか。どうですか。まず気温とかね、で気候がだいぶ変わっているので、まあ、そこからの、調整ですね。スタート練習での感じはどうだったでしょうか。そうですね、まだ今日の段階では、まあ、あまりスリット付近は大差がないかなと思ってますけど、レースの方も期待したいと思います。はい、最後に皆さんに一言お願いします。はい、キル大好きなんで頑張りたいと思います。3号艇江口昭雄選手でございます。31号機がパートナーに決まりましたけれども、どんな感触でしたでしょうか。まあ、思ってたよりはさほど足汗では差がないですけど、ただバランスが取れてるなとは思います。なんて言いますか、良さが出てきそうな気配っていうか感じっていうのもありそうですか。は感じないですけど、まあ、出てるところを今までにもう見てきているので、レースになったらいいところが出るんじゃないかと期待してレース行きたいと思ってます。うん、気候の変化もこれもだいぶやはり考慮に入れないといけない状況でしょうかね。そうですね、10度近く違うので、そこも頭に入れて調整したいとは思ってます。どんなところから手掛けていこうというのはもう腹積もりは、まあね、でもね、調整といっても本当にもう戻せる範囲の調整で、極端なことはするつもりはないです。いつものことですが、スタートの感じというのは初手どうでしょう。まあ、お盆も MB もスタートちょっとすごい早かったんですけど、今節もなんかちょっとスタート練習は際どいのばっかだったので、もう少し気をつけていきたいなと思ってますけど。最後に皆さんに一言お願いします。はい、精一杯頑張ります。4号艇村田修司選手に伺います。まず前言から初日のスタート練習まで感触、今どんな風に感じておられますか。もらった時にもう乗らずに叩いて見た時にもうちょっと気流だと無理かなと思って叩いて、ペラはなんとなく方向は前回も来てるんで分かってるんでですけど、本体の方もちょっと怪しいんでやりたいなと思います。時間ありますからどうでしょう、一通りやれそうな一回走り。そうですね、どういう手順かでもうなんとなく分かってるんで、本体も今からやりたいと思います。プロペラの話出ましたけれども、前回記念にお越しになって6月に、そうですね、はい、どうでしょう、そのあたりというのは参考になりそうですか。そうですね、記念の時に再確認できて、もう大体気流はこんな感じかなっていうのがいつも大体当たるんで、今回もその感じでいけそうな気がするんですけど。今練習も終えられましたけれども、スタートの方はどうでしょう。ちょっと早く感じますね、はい、気持ち的には分かれば行くつもりで言います、はい、最後に皆さんに一言お願いします。はい、気流得意なんで最後まで一生懸命走ります。応援してください。5号艇は下條雄太郎選手です。
パートナーに決まったモーター 30% そこそこなんですけれども、感触としてはどうだったんでしょうか。そうですね、ターンの感じは悪くないんですけど、ちょっと直線とかで、まあ、感じは良くないかなって感じですね、はい。作業としてはどういうところから手掛けていきますか。やっぱりプロペラですか、それとも。そうですね、まあ、プロペラと、はい、外回りでやっていこうかなと思ってます。これちょっと比較難しいかもしれませんが、あのメモリアルの時の、あ、前回よりはいいですね。あ、はい、スタート地点がそうですね、はい、だいぶ違う、はい、うん。あとはそうですね、スタートに関してはどうなんでしょう、思いも含めて。まあ、思って普通と思ってるんで、はい、逆に集中していけると思います。練習の感覚はどうでした。そうですね、まあ、前回のイメージがあるんで、思ったよりやっぱ冷えてる分届くなっていう感じはありますね。あの G3 なんですけれどもね、この1週間どんな気持ちで戦っていきたいなという気持ちでしょう、はい。そうですね、まあ、大村のチャレンジはちょっと、棒に振っちゃったんですけど、まだ年末に向けては続いているので、それに向けて一層一層積み重ねていこうかなと思ってます。最後に皆さんに一言お願いします。はい、最後まで諦めないレースをしますので、ぜひ応援よろしくお願いします。6号艇は寺田翔選手です。まずは今回のパートナーに決まったモーター、はい、手応え初手はいかがだったでしょう。まあ、ちょっと気温も前回S 字走った時とはね、ちょっと気温もだいぶ変わってるんで、なんとも言えないところあるんですけど、まあ、前肩からある程度の力強さは、はい、感じましたね。こういう風に育っていきそう、良くなっていきそうだなっていうのはありますか。特徴みたいなもの出そうだとか。まだちょっとねその辺分からないんですけど、まあ、一応、まあ、今日もプロペラ叩いて、まあ、乗ってみて反応っていうか一瞬の反応とかがね良さそうな感じあるんで、まあ、その辺は大事にしていこうかなと思ってます。初戦に向かうまでの手応えとしては、まあ、まあ合格点と言って差し支えないですか。そうですね、もうそこそこ動いてると思いますけどね、はい。あとどんなところ調整で整えていきたいという思いでしょう。まあ、プロペラがね前節ですかね多分変わってるんで、まあ、ペラやっていいところが出てくればね少しずつはやっていきたいと思いますけど。スタート練習ではそのスタートの感覚どうだったでしょう。その辺も手前の反応とかいいんで決めやすいと思います。いいです、期待したいと思います、はい。最後に皆さんに一言お願いします。はい、頑張ります、お願いします。